ています。先日再稼働してしまいましたけど、大原発が再稼働するとこの辺りにももちろん被害があります。私たちは福島の事故でいろいろなことをしてしまいました。もうこれ以上ああいった場所を増やすわけにはいきません。みんなで反対の声を上げましょう。前、すぐ入って、すぐ前に出てくる。